1912年ストックホルムオリンピックのボート競技は男子のみ4競技が行われた。すべて7月17日から19日にかけて、ジャーガーデスブランズビカで行われた。銅メダルは、どの競技でも準決勝で敗退した選手には授与されず、代わりにディプロームオブメリットが授与された。IOC のデータベースには現在すべての競技の銅メダル獲得者が入っているが、 これが彼らのための見落としなのか、訴求的な変更が行われたのかどうかは定かではない。ボート競技の定義では、アマチュアとは、と定義された。アマチュアはレース、または、展示会に参加するときには、アマチュアとしての地位を失わずに旅費と宿泊費を所属、もしくは同意を得た、クラブ、もしくは前期クラブの許可を得て、競技や展示会を主催するクラブから受け取ることが、認められていた。 ただし、このような旅費の支払いは、その競技会で代表しているクラブを通じてのみ、行うことができる。いかなる競技者も、このような支払いから金銭的利益を得ることは、許されていない。プロフェッショナルは、アマチュアの競技会や展示会に参加してはならず、審判や、その他の役職においても同様である。プロフェッショナルとは、船員、漁師、または、その他の立場の人で、 何らかの形で競技への召集があり、競技開催前の2年以内に競技に従事していたものの、ことである。14の国から185人が参加した。中、カジツキフォアの2人のドイツのカジトリがカウントされている。ありがとうございます。